か、この後9時30分からはゲーム王国が始まるわけですね。あ、そうですね。いやー懐かしいな、土曜の7時にあの学校行く前にご飯を食べながら RC カーグランプリを見て、そう7時半になってゲーム王国が始まって7時40分になったら出ると、はい、あーどうもお疲れ様です、ありがとうございます。あーどうもお疲れ様です。いやーまあ始まりましたね。始まってしまいました。これはねもう早く配信してみたくてしょうがなかったんですよね。あ、すごい夏すぎるってコメントがありますね。やられてた方がいらっしゃるんですね。いやーやっぱねこれはあれですよ、台東が出した、はい、あの、電車で GO を、はい、RC で GO を、はい、ゆうゆうのクイズで GO GO で三大 GO ゲーの一角です。そうです ねあの先週のね野球配信を見てた方でね、コメントをくださった方がいらっしゃったんですけど、いやー始まりましたね。いやこのゲームね本当面白いですわ。いやマジ良ゲーですね。あの今あのオンロードの方のね、はい、出てると思うんですけど、はい、これのはい第中継レベルの第1位が私ですから。あ、もうすでにね、岡谷さんがね、はい、あ、了解です。いやこれマジ面白いっすよ。といったところで、デシカ店長のデシカワさんが、ね、テストプレイで一旦やっていただけるということで、はい、並んでますからね、デシさんの記録が、ね、そうなんですよ、今ね、岡安デシカ二強時代が訪れておりまして。そうなんですよね、僕まだあれなんですよ、中級クリアしてないレベルなんで、ね、あ、そうなんですか、あれなんですよ、店内での10万点以上のプレイヤーが僕とデシカワさんしかいないんで二人でちょっと攻略を、ね、深めているところなんですけど、いやめちゃくちゃ面白いですねこのゲーム。ー本当になんか興味本位で触ってみたら、これやり込めるぞと思ってひたすらやってみたんですけど、いや未だに正解の見えないゲームでね、ぜひ有識者の方がいらっしゃったらね教えていただきたいところなんですけど、さあ始まってまいりました。これなんですけど、筐体の方にパスコードで、保存データの保存が効きますんで、はい、このように入力していただけると、自分のねタイムなんかも保存しながらプレイをしていただけるといった形になっております。そういうことになってます。自分の登録したい名前入れてアットマークって入れれば、はい、それだけでも筐体の方に登録してくれます。そうですね、あとは次回以降も同じ名前で登録者であれば、はい、その以前までの、ね、データちゃんと記録されてますので ね続けてできると。でこのゲームですね、ドリフトを要所要所でかましていくと、はい、ドリフトによってなんかポイントが溜まってくる。そうですね、ドリフトポイントっていうのがね溜まりますんで、このドリフトポイントを貯めていくと、こういう風に隠しマシンがね、そう隠しマシンが選ばれる、はい、スペシャルマシンが解放されていきまして、で3万ポイント貯めるとタイマーダックモード、敵者がいないモードですね。そうですね、と、5万ポイントを貯めますと、リバースモードということで、逆走することができるといった状態になっております。はい、まあ、ミラーモードはあれですよね、まあ、マリオカートとかでもねおなじみの懐かしいです ね64からでしたね、64からおまけモードっていうことで、そうそうそう、まあ、できまして 150cc の裏っていう感じだったんですけど、そんな感じですね。いや、はい、ミラーモードをやると本当難しいんですよね。難しいですね、あれのレインボーロード本当に無縁でしたくて、まあ面白かったですけどね、面白かったですけどね。さてと、デシカさんのプレイですね、このゲームオンロードとオフロード、そして各、初級中級上級と選ぶことができます。マシンはバランスタイプ、加速タイプ、最高速タイプ、グリップタイプとなっております。まあ、マリオカートだと大体クッパとかね、そうですね、マリオみたいな最高速タイプが、はい、割と重宝されるんですけど、このゲームちょっと最高速タイプ使ってみたんですけど、あまりのコーナリングの立ち上がりの悪さと、グリップの効かなさで相当使いづらいなっていう印象ですね。さあ、ドリフトポイントが16万点そろそろ迎えそうなデシカワさんのお手本プレイが始まってまいりました。ここをグリップで抜けていって、そうですね、ここはドリフトを最速で入力するとヘアピンをしっかり曲がることができます。さあ、ラップ1のタイムは17秒166、なかなかのタイムといったところではないでしょうか。ここは、ドリフト侵入で、ここのヘアピンをケアしていきます。で、ここを減速侵入からのドリフトですね。で、ほぼ最速のコーナリングが完成といったところが今現状の私とデスさんの、攻略となっております。ドリフトというのがですね、ある程度加速をした状態で、トリガーを、押す、なんて言ったんですけど、奥に押す、手前に引くっていう、まず最初説明しなきゃいけないんですけど、はい、このゲームのコントローラーなんですけど、なんと専用コントローラーです。ガチの8方向レバーとボタンで動かしてんじゃないですよ、これガチのプロポで動かしておりますんでね。そうです、ちゃんと専用のコントローラー、ラジコン用のプロポがついておりますんで、はい、デシカワさんがこれいけんじゃねって言って
プロポを買ってきて基板と基板に配線をつないでみましたらマジでいけたと、画面 の、 右側の右下の方ね、はい、見てもレース中のやつ見てもらうと分かるんですけど、ね、ちゃんとプロポ表示されてますんで、ね、あの通りにちゃんと動いておりますので、プロポの形を見ているとあ今、ね、あのトリガーを引いたのが分かるかなと思うんですけど、そうそう、ね、これですね、このトリガーで、下のラインがアクセルとブレーキの、ゲージですね。でこれを引くことにトリガーを引くことによってアクセル、はい、そうですね、で前に向かって押すことですね、離してブレーキ、ね、前に出すことでブレーキかかるんですけど、はい、これ の、 操作方法、操作次第でドリフトがかかるっていう、そうです ね、 ね、そういう寸法です。で、その若干その離し気味にするというかちょっと引くっていう段階でも減速かかるんですよこのゲーム。そうですね、で押しちゃうとブレーキがかかっちゃって、そこから慌ててアクセルオンにすると、ドリフト仕様ドリフトがかかってしまうっていう感じになってますんで、ちょっとそこだけで最初癖かなあるかなっていうふうに思うんですけど、でこのゲームね意外とその減速がすごい大事なんですよ ね、 そうですね、まあ、どのレースゲームにも言えるとは思うんですが減速が非常に大事なゲームとなっております。ここの連続ヘアピンなんかは、アクセルワークでねすごいかわしていかなきゃいけないという感じになってますんでね、ちょっと若干今ねドリフト失敗しましたけど、はい、まあ、でも今のねポイントでドリフト仕掛けるっていうのが大事なんですね。そうですね、で直線でもドリフトっていうのを使うことができる、まあ、いわゆる直ドリですか。あ、そうですね、マリオカート64のルイージサーキットでね開発されたテクニックでしたけど、ドリフトすることによって若干加速ができますので、まあ、いつでもミニターボが使えるよっていう状態になっております。そうなんですよね、いつでもキノコダッシュが狙います、はい、ただそのドリフトもある程度制限があって、はい、使用した後は少しの間使えなくなってしまうっていう仕様になっておりますんで、そうですね、まあ、ずっとドリフトしていればいいってわけでもないですし、コーナーのたびにドリフトしていいってわけでもないんですよ。しっかりと減速して曲がらないといけないコーナーとドリフトをして高速で曲がらなきゃいけないコーナーっていうのがあるので、そこの攻略を煮詰めていくのが結構熱いっていう感じになってますね。このコースは逆に回ってますね、はい、上級コース7面の RC サーキットに関してはこれは逆走コースになっております。はい、基本はね、右回りというか時計回りのコースなんですが、ここは反時計回りのコースですね。そうですね、通常プレイ唯一の、逆走コースになっておりますので、上級コース一番最初の壁と言えるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ちょっと面食らいますよねいきなり、ですけどここ結構高速コーナリングが重要なゲームな重要なコースになっておりまして、私の攻略なんですけど、はい、結構面白いコースに仕上がってますね。そうですね、しっかりコースを覚えてね、曲がり方を覚えてしまえば、はい、なかなかいい感じの、あ、今のドリフトすごいいいですね。あ、いいですね。ちょっと抜けでねミスりましたけど、すごいかっこいい感じの、これねドリフトががっちり決まった時すごい気持ちいいんですよね。そうですね、このキュイーンってこうかかる瞬間がいいんですよ。で今マシンの上にポイントが表示されましたけど、ドリフトの仕方、ライン取りの仕方によって、ポイントが高得点になる仕組みになっております。で、ドリフト状態で敵車に、接触すると敵車を吹っ飛ばすことができると、そうですね、いうことになっておりますんで、まあ、一面で見せてくれたんですけどねっていう感じですけど、おっとこれ、あ、大丈夫です、はい、あ、びっくりしました、ね、さあ早速最難関、フレイター、フレイターなんだっけな、なんちゃらフレイターヘイパーだ、ファイナルラウンドフレイターヘイパー4連ヘアピンが特徴のコースとなっております。ほう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 、ものすごい減速が重要になってくるんで、うっかりドリフトしてしまうと大事故が発生するんですよね。なるほど、いやーコース見ててもすごいですね、この曲がりっぷりはすごいですよ。まずここが、減速進入で4連ヘアピンからの、でかいヘアピンですね。これを抜けていった先に減速進入して、でここでもう2連ヘアピンが待っており、今3連か、お1個2個でゴール、周回直前のヘアピンですね。これを抜けると、クランクを抜けて、これで周回となっております。なるほど、でどこでドリフトかますかっていうのがとっても大事になってくるんですけど、ここは減速がまあ鉄板じゃないかなっていう、これここをドリフトで入ってってって感じですかね。なるほど、いやーここだけ私唯一コースレコード持ってないんですよね。なるほど、他の7面じゃない、6面のテンダーグリーンウッズ、7面のナイトスカイスクレーパー、8面で、7面じゃ失礼しました、7面の RC サーキットでは全部コースレコード私が取っているんですけど、私が取っているんですけどどうにもここはね初期値の1分26秒超えられずにいるんですよね。なるほど、この放送中に超えられたら、まあ、拍手をお願いしたいところですね。はーい、いやーでもデジさんほんとうまいですね、ライン取り、あ、今の状況ですね、ドリフトで敵車に接触をするとああいう風に、そうです、敵車を吹っ飛ばすことができます。そうです、私自らがのこのこの高麗になることだって感じです。はい、ということで、なんて言ったらいいんですかね、対戦も一応できるんですよ、このゲーム。
まあ、まだ基盤が一つしかないということで、はい、あの対戦はできないんですけど、まあ、店長曰く、いやここに4つ並べたいよねっていうふうにおっしゃっていましたので、並べたいよね。そのうち、まあ、もしかしたら可能になるかと思います、まあ、見事な、テストプレイでお手本プレイでございました。最終は2位でございましたが、これで、上級コース完走と、You are clear the champion ね、なっております。上級レベルクリア、君も RC チャンピオン。いやー素晴らしいですね。ここまでやって8段ぐらいですかね、多分7段ですね。これあれなんですよね、あのなんかあの中級とかそのコースとかに、はい、あの関わらず、はい、あの初級でもなんか結構上位の段になっちゃったりするみたいですね。っていうのも、総合タイムによって判断されてますので、初級で、これぐらいのタイムで10段みたいな感じになっております。なんて言ったらいいですかね、2デラックス、ビート目の2デラックスみたいに回連みたいな、中連みたいなのはないです。そうですね。段位ございません。段位がございます。タイムが上がっていくに従って段位も上がっていくっていう感じになってますね。さあ、上級コースをクリアしないと見れないエンディング画面が今流れており、ないわ切っちゃったんかな。これがあのオープニングの画面になります、デモ画面になりますね、はいはい。さあ、といったところで、どんどんプレイをしていこうかなっていうふうに思うんですけど、じゃあ僕とりあえず中級コース頑張ってください。遠征さんがね、中級コースをやるということで、はい、まあ、ところどころこのように解説を挟みながら、お送りしていきたいと思います。まあ、ワースターの時にやったみたいでね、私があのマイク持ちながらプレーをするっていうのが多分一番いいかなとは思うんですけど、まあちょっとデスさんにお願いしてできればっていう感じですけど、さあ ENT アットマーク、ポイントが足りないのでまだあれですね、タイムアタックモードが出ておりません。加速タイプはグリップが1つ落ちて加速が落ちる、最高速タイプはグリップが1つ落ちて最高速が落ちる、バランスタイプは攻めて、といった感じですね。グリップタイプは加速が1つ落ちて、グリップが1つ伸びると、相当無理しても結構曲がれますね。あ、なんかあれですよ、レジャーランド系列は結構あれですよ、ラジコンのコースがあってっていう感じですかね。あ、最近ご覧になったの、某埼玉県のレジャーランドに行きましたら、ツインドリフトみたいなことをやっていて、まあ、操作しているのが50代ぐらいのお父さんたちだったんですけど、年季が違いましたね。さあ、中級コース第1ステージはプールウィズガーデン、基本的に高速コースとなっております。ここを抜けた先の、このヘアピンを抜けて、ここを S 字ではなく直線で曲がった後、最速でドリフトをかますと、130点ぐらいのドリフトポイントを稼ぐことができるといったところになっております。最速コース、レコードは38秒965、私岡安の、レコードとなっております。そうなんですよ、きっちりねラジコンになってるんで案外見にくいんですよね。さあ45秒916といったタイムでゴールしたいたしました。ラップタイムは最速が14秒696。さあ中級コースでのテンダーグリーンウッズ、になっております。中級コースはグレードが1つ下がりますので、スピードがねそこまで出ないような仕様になっております。ちなみに遠征さんが操っているこのマシンはグリップマシンの、スペシャルマシンになっております。バランスタイプが結構かっこいい系なんですけど、他の加速、グリップ、最高速に関してはネタ車になっておりまして、中級タイプの最高速マシンは、ヘリコプターですね、なっております。どうやって操作するんだろうみたいな感じでしたけど、さあここはドリフトせずに抜けていて、ここでドリフトですね。さあ、ホイールを曲げながら、レバーを押し引くってやらないとドリフトでも曲がってくれないタイプのドリフトになっちゃいますので、そこら辺の操作が慣れてくるまで結構大変だったりもします。ドリフトを失敗した形、直線でのドリフトで、先ほどのミスをフォローしていって、さタイヤに激突していって残り9秒、ギリギリゴールできる範囲内でしょ、ヘアピンで見せらなければ。さあこれは歓声でゴールできるはず。さあゴールしました、残り1秒。そうです、ヘリコプターなんですよ、だったりお地蔵さんだったりが走ったりもします。あ、じゃあ俺もやろうかな。
まあコース忘れてると怪しいですけど、実はこのゲームオフロードコースもありまして、面白かったりしますけど。さあ加速タイプ、あれですね、最高速タイプはガルパンはいいぞといったところで戦車になっております。さあグリップタイプスペシャルマシーン、お地蔵さんでございます。まあ対等らしいですよね。はいはい、マジっすか、わお。あーそうなんすか、ゲーム内のレベルを上げるとっていうことですか。はい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 、そうなんすね。さあグリップタイプのお地蔵さん、走る走る。さあお地蔵さんがどんどん走っていく。さっきと比べてスピードが上がっているので、コーナリングの、入り方がすごい大事になってきますね。さあ傘売りのおじ、おじいさんたちも真っ青。お地蔵さんがドリフトしながらお家にお届け物を持ってきた。さあ、セカンドラップが、18秒433、このままいけばなんとかクリアできるかなといったレベルになっております。ゲーム内レベルは、一応最低値に押し、していただけるということで、クリアするにはね、まあ、結構ミスっても大丈夫だよという感じになっておりますけどね。さあファイナルラップ、ノーミス条件といったところ、果たして炎帝さん、テンダーグリーンウッド上級面をクリアできるのか。残り9秒といったところで、ラストのヘアピンカーブに差し掛かる。ドリフトしていって、これは問題ないでしょう。ゴールイン、残り3秒。さあ中級の一番の壁、ナイトスカイスクレーパーが待ち受ける。ポイントになるのは2連ヘアピンでの減速、そしてドリフトになってますね。そこが攻略できないと相当苦しいタイム設定になっております。80秒。さあ開幕右行って左行って右、そうなんですよね。で右に大きく曲がってヘアピン2連が待っております。でここを減速していってドリフトで返すっていうのが、理想形になります。ここ2連ヘアピン減速していってドリフトをしちゃうとこうなってしまう。さらに抜けたところ2連ヘアピンから最終コーナー直線で突きっていう形になっております。さああとは同じことを繰り返すだけなんですが、さあ右左右が覚えられない。まあ覚えるまで私も何十回プレイしたことか。さあこれは苦しくなってきたぞ。2連ヘアピンからの2連ヘアピン、グリップ車はこのコーナーの立ち上がりがきつい、加速が悪すぎる。さああとワンラップ15秒でクリアしなければいけない、岡安さんの最高タイムとほぼ同じ。さあ2連ヘアピンに、あー素晴らしい角度で進入していった。チャンピオンには周回遅れをつけられている。まずいぞ炎帝、頑張れ炎帝。さあ残りラスト1秒、11秒で回らなければいけない。これは素晴らしいタイムが期待できるか。さあ次の2連ヘアピンで死亡といったところでしょう。お疲れ様でございました。タイムオーバー。さあ中級一番の壁、ナイトスカイスクレーパー難しい。 Try again。この女の子がいろいろ教えてくれるんですけど、まあ分かりますけど、言ってることができればねって感じなんですよね。さあ今回の大認定は5段ですね。いやー難しい。中級1番の壁、ナイトスカイスクレーパーですから、あそこは2連ヘアピンからの2連ヘアピン。そうですね、まだあれですね、いわゆるブレーキかけながらの操作がまだ全然おぼついてない感じですね。難しいんですよね、あれ。ちゃんとしっかりね、ブレーキというかね、はい、減速させるために、そうですね、ゆっくり離せばいいんですけど、そうなんですよ、慌てて、ね、ついパッて離しちゃってでアクセルを戻しちゃうとドリフト状態になっちゃってっていうのがね、それなるんですよ ね。典型的な例ですね。さて、じゃあデチカワさんがオフロードプレイをやってくださるということで、あれですか、久しぶりのプレイなんでコース忘れてんじゃないかなと思うんですけど、オフロードの方は全然やってないんですよね、僕。まあ、個人的にはオフロードの方が走ってる感があって面白いです。はい。で、オフロードの場合はジャンプ台とか、水たまり、あと雪のコースなんかもあって、まあ、そういったところが面白いですかね。なるほど。ワイルドザウルスみたいなね、ああいうのを活躍する、ね、そんな。コースですか。さあオフロード選択、通常レースの上級ですね。おまあグリップ
タイプで行くのが無難かなとは思いますけどね。このアバンテっぽいやついいっすね。バギーっぽいのがいいっすよね。懐かしいな、ミニオンファイターじゃない、レッツエンドゴーじゃない時代の1個前ですよね。そうですね、あのダッシュ4クロの時代ですね。なんか定期的に流行りますよね。今もミニオンブームありますからね。そうですね、僕の友達も電柱モーター持ってる、割と強いのやつ持ってるって言ったら、はい、すげえ高く売れるとか言ってるぐらいね。今もハマってるやつ、ね、本当っすか。さて、オフロードなんですけど、上級になってもあんまりスピード感はないです。ただその代わりジャンプ台っていう、操作不能の場所が待っているので、ジャンプ台の進入角を間違えると壁に激突してとんでもないロスになります。はい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 、ここですね。ここで間違えちゃうと、曲がれなくなっちゃうといった状況になっております。ここですね、今のところ。で抜けた先で即ドリフトからのドリフトっていう感じなんですけど、はい、覚えてないと忘れ、うまく曲がれないんですよね。なるほど。ただなんかね、なんか普通のラジコンにはないような体感があったりとかするんで、好きな人は好きかもしれないですね。ここですね、今のジャンプ台からのドリフト、あれが決まるとすごい気持ちいいんですよ。はい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 、これはいいですね。これはこれで面白いですよ。ただオンロードの上級がクリアできてれば、そのままストレートでオフロードの上級もクリアできるぐらいのタイム設定になってるんで、で、なんかあんまりドリフト使わない方が早いんじゃないか疑惑があるんですよね。はい、オンロードだとその結構鋭角に曲がってくれるんですけど、はい、オフロードなんで通常走ってる分には変わんないんですけど、うん、ドリフトした瞬間に結構滑っちゃうんですよ。まあ、それを制御するのが面白いんじゃないかなっていうのはあるんですけど。なるほど。ラス面に注目していただけると、そのドリフトの滑りっぷりが分かるかなっていうふうに思います。あ、さあ第6面デザートステーションヒル、名前かっこいいですね。なんかね、全部名前かっこいいんですよ、ね、なんだかんだ。ナイトスカイスクレイパーっていうのもなかなかいいですけどね。いいですよね。あそこ一番面白いと思うんですよね、ナイトスカイスクレイパー。ドリフトの感じとかが、あれ慣れてくるとめっちゃ気持ちいいっすよ、さあ今のが水溜りなんですよ。水溜りに入ると遅くなります。明らかにドリフトが悪くなりました、ね、でしかも実況の方が英語で、なんちゃらかんちゃらオンザウォーターみたいな感じで、インザウォーターみたいな感じで言ってくれるんで、あ今俺水溜り入っちゃったんだなみたいな。もうそのパスそれあれですね、プラス1されるやつです、はい、ワンペナってやつです、はい。ここら辺からジャンプ台が増えてくるので、そうです、ここがね、結構操作が難くなってくるところです。覚えちゃえばなんてことはないですけどね。あとあれですね、敵のマシンがちょっと面倒くさくなりますね。そうっすね。でそれでジャンプ台の進入角間違えてうんぬんかんぬんみたいなね。さあジャンプ台だよーっていう風な。完全に温まる気がする。これ見るとあれですよ、あれ思い出すんですよ、なんつったっけ、エキサイドバイク。あーはいはいはい。あれも面白かったっすけどね。あれはね、もうタイム的に抜いてあるんですよね。コンピューターの、はい、倒れてるコンピューターの真ん前にこう、はい、ぬぼーっと突っ立って、はい、でこう転んだコンピューターが走ってきてバイク乗るじゃないですか、はいはいはい、また転倒して突っ転んでまた戻ってきて、それやばいっすね。さあなんとか4秒前ゴールいたしました。デザートステーションヒル、まあ、嫌なことがあったときはね、まあ、やってみてください。さあ7面は、カスケードクリフ。さあこっちのあれですね、逆回しですね。そうですね、なんか上級の7面はなんか毎回リバースになるっぽいですね。なるほど。どんなコースだったっけかな、覚えてないな。結局1回しか走ってないんですよね僕。うわ、いやー、これはすごいな。オンロードの方が面白いなって印象だったんで、すごいジャンプ台が多い。確か、コース忘れちったよっつってここで死んでた覚えがありますけどね、デッサンね。さあワンラップ、そんなに長くはないかな、4周コースとなっております。あ、今ちょうどあれですね、パカパカファッションの曲今流れてるんですけど、ちょうど今このコースに合ってるかもしれないね、はい、確かに。まあ、見てる人には全く伝わらないと思うんですけど、今大会モードにて稼働中でございますので、はい、結構ガチ勢の方がいらっしゃいまして、はい、この前日曜日だったんですけど、ブレイブルー終わって一段落していたら11時ぐらいですかね、女性プレイヤーが来店されまして、はいはい、とんでもないプレイヤーされていて、これがガチ勢かと思いましたけど。なるほど。あ、そうですね、これ実際に作ってたらめちゃくちゃ金かかってるコースですよね。そうですね。いやこれにはタミヤモケもびっくりですよ。
あ、そういえば静岡の方に全天候用のラジオじゃない、ラジコンサーキットがオープンしたみたいですね。もう元中日の山本昌が招待選手として呼ばれまして、おー、本当ですか。で、そこである自前のね、ラジコンテクニックを披露されていたっていうことですよね。はいはい、まあまあ、あの野球勢にとってやっぱラジコンっていうのはね、はい、そういうところにつながりがあるんですね。で、あれみたいですよ、今度全日本 RC 化グランプリの方も、RC 化選手権か、もうそちらのサーキットで開催されるということで、この前ツイッターの方でね、あの回ってまいりましたけど、まあそれではちょうどいいタイトルなんじゃないですか。さあやってまいりました雪ステージ、ここでめちゃくちゃドリフト滑るんですよ。ね、私はしなかったです。さあ今ドリフトやってくださいましたけど、めちゃくちゃ滑ってるのが伝わるでしょうか。おお、2連ジャンプ、そう、めちゃくちゃ滑るんですよ、こうやって。あー、ほんとだ。オンロードじゃ考えられないぐらいのドリフトの滑りっぷりが見れます。まあ雪道ですからね、ドリフトしてはそれ滑るわってことね。今回は割とシンプルですね。ただ見にくいんですよ、この後の2連ジャンプがめちゃくちゃ見にくいんですよ。はい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 。ここを抜けて曲がってきたところ、これ2連ジャンプなんですけど、コースがどっちだってなるんですよ。あ、ほんとだ。これは、あるんですね、大変です。ただ、まあ割と面白いです。でもあの、コースが雪になってるってこと以外は、はい、シンプルなんで。そうなんですよね。この辺に関してはかなり、あのやり込み自体はなかなか奥深そうですね。そうなんですよ、ちょっとあのオンロードの方がある程度煮詰まってきたら、オフロードに手出そうかなと思ってるぐらいなんですけど、まあスキー場改装したんでしょうね、きっとね、スキー場の一角でやられてると思うんですけど、さあファイナルラップ、さあラップ、これ速いのか遅いのかよくわかんないんですよね、ちょっと走ったことがないんで。まあでも余裕だいぶありそうです。なんかね、案外そんなに難しくない。あ、160円ってどういうところで今いきなり来ましたね。敵車をぶっ飛ばしたりとかすると結構あの稼いでくれますかね。あとはめちゃくちゃインベタで走り回るとかね。ここドリフトしなくても結構ね、走れちゃうんですよ。さあ、見せプレー、一瞬止まってからのゴール。さあ、弟子川さん、オンロードに続きオフロード上級コースも制覇。お、ラップ、これ記録出したんじゃないですか。あ、ラップ更新ですね、最速ラップ出てます、22秒45発、さあ、オールラウンドクリア、You are RC チャンピオン。あー、素晴らしい。この前途中で死んでたんで1段ですけど、多分8段ぐらいあるんじゃないか、7段でした。あー、7段まで上がりましたね。サファリは抜けたってことですかね、2デラックスでいうところの。確かに確かに。なんかすごいっすよね、超ラジコン好きみたいな。これがあれですね、上級コースクリアした時のエンディング画面です。飛ばしましたけどね。さあ次はどうしようかな。そしたらじゃあ私がオンロードの音入っていく。これは誰が入るんだ、誰かな。誰、 HNM、コナミさんか。コナミ、あー。コナミさん、これ最後アットマーク入れてないからあれですよ。さあ、ニュートラルじゃない、入門モードですね。これあれです、ホイールの操作、ブレーキ操作、ドリフト操作っていうのを全部練習してくれるモードです、はいはいはい、矢印の方向に、ホイールを傾けて止まりましょう。止まります、止まります、左に傾けて止まります、止まります、左に傾けて止まります、左に傾けて止まります、左に傾けて、お右から行って止まります。というような練習モードも搭載です。次がブレーキング練習ですね。そうですね。何言ってんの、トリガーを引いて押して止まるっていう練習になってます。案外止まらないです。これあれですか、教習所のあの何でしたっけ、ありましたね、はい、あれと同じです。止まんないです。あの人が絶対出てくるだろうと思ってブレーキ踏んでもトロトロ動き出す車、そしてぶつかる。そうですね。さあこれが意外と、さあ加速していくと意外と、さあしっかり止まっていく。これがプロ初心者の力。グッドとかグレートとか完全に音ゲーですね。プーフェ。さあ教習所です。次の教習は、ハンドリングの操作ですね。マリオカードよろしく、風船バトル、バトルモードが始まりました。
さあ、さあ10ゲーム、私これクリアできませんでした最初。これはあれですかね、まあある風船全部割ればいいと思うんですって感じですかね。一応20個割れって書いてありますね。これがね、なかなかね、割れないんですよ。結構操作難しいですね。むずいんですよ。こうやっていざ回してみるか。あれですね、DS にこう必死に。しかもバルーン、しかもトリップの方だ。フルコーラスがしっかりクリアしていく。これがプロ初心者の力。釣られていった。浮いてった。さあ、10ゲームに連れ去られて、さあ、次は、さあ、実際に走ってみましょう。狙い。ドリフトマスター。さあ、スカイフロートパーク。なんかあれですね、バトルミニ四駆みたいな話になってきましたけどね。激走四駆バトルでしたっけ。ファミコンにもありましたけどね。はい。さあ、このドリフトポイントを集めると、シークレットカーのね、解放がありますんで。超高速ステージとなっております。ドリフトの使用が鍵ですね。タイムを取るにはここやってないんで、多分このレコードは組長さんかデスさんのポイント、あのレコードだと思いますけどね、はい、相当曲がってくれます。さあ、ドリフトをむやみに使うとカッ飛んでいってしまう。さあ、アタックマークがついてますね。あそこにドリフトをぶちかませと。しのご言わずにデッドマン。マリカーでいうところの 50cc モードといったところですかね。相当楽してトップと、ね、取ることができますので。マリオカードと違ってね、敵がその率先してなんか邪魔するわけじゃないんで、ね、ええ、まあ邪魔だったりしますけどね。まあ邪魔は邪魔なんですね、ええ、まあ、妨害はしてこないんでね。さあ、2位を、抜いていって、あとはチャンピオンを抜くだけ。まあ、チャンピオンどこにいる。さあ、プロ初心者の力見せてくれるのか。さあ、チャンピオン見つけた。さあ、吹っ飛ばせ吹っ飛ばせ。さあ、1位でゴール。1位でゴールしました。タイムは1分182。もしかしてプロ。さあ、バレているほうなみさん。バレている。プロ初心者ってことがバレている。さあ、ほなみさん、これあれですよ、3000ポイントまで貯めるとね、スペシャルカーの開放がございます。ゲームオーバー。バレた。もう RC で GO にはバレバレだよってことだよ。バレバレっすよ、ね、もっと早く敵を倒そう、ね、といったことでございました。さて、じゃあ岡安さんがやってこようかな。はい、じゃあ頑張ってください。何やろうかな。まあ、上級コースオンロードでやっていきたいと思います。タイムアタックモードでやっていきたいと思いますんでね。了解です。さあ、お忍びで初心者を買い尽くすプロの鏡ということでね。このゲームあれですね、まだ対戦モードできないですけどね、対戦モードできるようになったら、ね、プロ初心者が横行してしまうのでしょうかと。さあ、コードを入力してくださいと。モードセレクト、ノーマル、ステートセレクト、On road, level select. Expert. さあ、上級コースに立って。さあ、車は何を選んでいく？おっと、バランスタイプですね。Round five. さあ、ラウンド5、ドリフトを使いこなそう。どのコースになってもドリフトを使いこなそうとしかアドバイスされませんけど、まあ、ドリフトを使いこなすことがやっぱりプロへの道なのでしょうがないですね。さあ、タイムアタックモードを選択。あそこについて回ってるカービィみたいなやつ、なんか吸い込んでコピーしそうな、なんか変な丸い物体ですか。ピンク色じゃないけど、あの丸い物体が、コースレコード。あのコースレコードを、超えることが、まあ、目標ですね。
ここからさあコースレコードは59秒だが、おっとこれはさあえらい距離でえらい距離で追いついてきたが、おっこれは惜しい。いやいやいや、でもコースレコードにすごい勢いで最後追いついてきましたね。いやー素晴らしい。さあ次のラウンドもドリフトを使いこなしましょうということでね。さあコースレコードで走ります。さあさあこちら、あっと RC ちょっと詰まってしまったが、さあここで詰まらしてしまったがまだ全然大丈夫。さあ頑張っていきましょう。さあこちらラジコンで、ラジコンでいこう。そしてあっちはカービィのエアライドでいこう。さあコースレコードに頑張って追いつこうとする。さあ綺麗な進入、おい本当うまいですね。僕これ全然ねできなかったんで、ここをマスターしたい感じですか。さあここで詰まってしまった。ここのコーナーで丁寧ですね。さあここでドリフトが出るんですね。なるほど。さあここでドリフトが入って、ドリフトを決めるところをちゃんとしっかり決めてやってますね。さあ終わってみれば、終わってみればレコードと、レコードと1秒以内で収まってますね。さあこれは逆走コースです。いやあ、コメントで早すぎる。本当早いですね。さあ、コースレコードのマテンタ走るが、ちょっと下がってしまっている。ちょっと支えついてますかね。さあ、しかしまだまだ、追いつけるのはどれですか。なんだかんだ岡安さんのあれですね、あのファイナルラップになってからのもうスピードはえらい感じですからね。入り込んでいって、このレアピンをドリフトを仕掛ける。これは、まあ、緩やかなところを抜けて、ここでドリフト、ファイナルラップ。さあコースレコードはだいぶ入るが、どうだ、あとここで引っかかってしまったわ。さあドリフト、あっと引っかかってしまう。ちょっとインを攻めていた感じですね。それでも8秒残して素晴らしいです。安定した走りを見せてくれますね。ファイナルラウンド、あーそして最後、
もすごいね、大変ですね。うまく減速して入れたいところ。そしてこのあれですね、最初のヘアピンをしっかり追い込まれる気持ちよさそうですね。さあ最後のヘアピンを抜けてファイナルラップ突入。まあ、先ほどからファイナルラップになるほど腕を上げている岡江さんですが、さあここはどう動くか。さあまずここを抜けてヘアピンを、さあ残り7秒、いやこれはいけるでしょう。さあとっ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 と、危ない、フィニッシュ。いやいやいや、いやこれコースレコード早いですね。いやー、とはいえね、岡谷さん無事にクリア、はい、岡谷さんお疲れ様です。いやー、ミスった。でもあれでしたね、あの最終ラップになるほど、はい、どんどん動きが洗練されてるっていうのは分かったんですよね。そうですね、まあ、今日一発目のプレーっていうのもあったんですけど、まああの大体あんな感じで攻略していけばいいかなみたいなところ見せられたかなと思うんですけど。そうですね、でなんかあれでしたね、まあ、ここで減速していって、はい、ここでドリフトを仕掛けてっていうすごい見本的な感じで、はい、分かりやすかったと思います。そうですね、一応俺が、やった中でこれでいいんじゃないかなっていう走りを今見せられたかなと思うんですけど。なるほどなるほど。でバランスタイプコーナーの立ち上がりが結構早いので、はい、でグリップもそこそこあるので、割と走りやすい機体かなっていうふうに思います。でグリップタイプが一番最初おすすめなんですよね。っていうのも曲がれるんで。まあそうなんですよね、とにかく曲がれる。はい、ただやっていく中でコーナーの立ち上がりがあまりにも遅いので、そこが弱点になっちゃうところがあって、なるほど、逆に難しくなっちゃうコースがあったりして、多分バランスタイプが一番使いやすいかなみたいな感じですけど。なるほど、さすがのバランスですね。すごいバランスいいですね。逆にタイムアタックになったら、あれじゃないですかね、最高速タイプもひょっとしたらワンチャンあるのかな。いやー、やってみたんすけど、あまりにも曲がらなすぎて、あと立ち上がりもそんなに良くなくて、はい、今一つ使いにくいかなって印象なんですよね。なるほど。とにかくあまりにも曲がらないっていう性能が良くないかななんて。ちょっと最高の最高速でやってみようかなと思うんですけど、このゲームあれですもんね、ヘアピンとかもちゃんとあって、はい、であれじゃないですか、いかにもそのラジコンのコースって感じなんで、マリオカートみたいに、はい、そのなんていうのかな、そのうまくこのドリフトでこう、はい、ね、ミニターボかけながら曲がるって、そういうゲームじゃないから。そうなんですよね。そう考えると最高速タイプは難しいなって思うんですよね。そこだけちょっと難しいですかね。まあこのデモ画面でね、こう自由自在にこうやって操ってますけどね。難しいんですよこれ意外と。これスイスイ動かしてるからあれですけど、はい、ここまで動かすの難しいですよね。そうなんですよね。さあでどうしようかな。まあ大体 1プレイ5分から6分ぐらい、4分から6分ぐらいなんで、そんなに長くないですよ。安部さんまだやってないですかね。安部さんどうですか、ワンプレイ。ワンプレイ、うっす、せっかくですから。シュークで了解しました。はい、ちょっと俺飲み物買っていきます、ね、はい。本当はね、本当にマイクぶっ刺しながら解説プレイなんかも、ね、してみたいんですけど、どういう狙いがあるのかっていうのがね、分かりやすければいいんですけどね。モードセレクト、ノーマル、ステージセレクト、オフロード、レベルセレクト、ノーマル、Machine Select. Round 3. さあ、ファウンテンパーク。始まってまいりました。これオフロードの、中級コースですかね。いやー、なんか新商品入ってるじゃないですか。キリンのメッツの同炭酸コース、はい、そんなのあるんですか。キリンメッツブラックって名前の、へえ、なんかあれですか、ビッグワンの自販に新商品入りましたよ。
さてラリーカーっぽい車で入ってます。ランチアストラトスといえばランチアストラトスに見えなくもないけど、ちょっと違う感じ。このチームあれですよね、タスマ系と別に提携は組んでないですよね、はい、そうです ね、 ねこれスポンサー組んでたらちょっともっといろいろタミヤのね、そうですね、ブーメランジュニアとかね選べたかもしれないだけ。だからあのさっき岡安さんが上級で選んでいたバランスタイプは思いっきりトヨタの GT1 っぽい車でしたけど、岡井さんそんなに車の知識はないもので、だいたいそんな感じみたいなところしか言えないですけどね。さあフィニッシュ。ヤソウさんあれですね、オフロード、はい、オフロードの方なんですよね、はいはいはい、さあオフロード中級2名サンライトヒル、サンライトクリア、オーバードライブ、おっと山吹色の波紋出走、あラサンライトイエローだったサンライトクリアオーバードライブはあれだ、革命のオーバードライブだったすいません失礼しました。さあヘアピンヘアピンの連続コーナーからのクランク、抜けていった先に待ち受けるさらに大きなカーブ、つながっていたところでこれで一周。さあ同じことを繰り返すだけ、まずジャンプ台からのジャンプ台からの連続ヘアピンが待っております。連続のヘアピンカーブ、抜けた先には大きなクランク、さらにクランクを抜けていくと大きな最後のカーブを曲がってこれで一周。オフロードはオフロードで楽しいですから ねあんまやらないですけど、オフロードと比べてスピードがやっぱり若干遅めなんですよね。あのその分あれですよね、操作感結構なんかねドリフトしてる感じがある、ね、オフロードだと速くとか追えない人でも、はい、こっちだとね、あの操作しやすいかな、あのコースの障害物に気をつければってことですよね。ですね。さあゴールいたしました。一応次が中級の壁になってますね。さあクラスが上がります。さあさあさ さあラリーカーじゃないぞ、大丈夫なのかこんな車でオフロード走って。これあれですね、色変えたらちょっとなんだろう、最近の最近のフルカウルミニオン、はい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 、問題はあまりにも低重心すぎて多分ガツ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 いってるんじゃないですかね。そうですよね。さあスピードが上がった、同じコースなんですがスピードが上がるとなぜか操作感が全然違う。あのこのゲームあれなんですよね、あのコースあれ変わった、キューが変わった瞬間のコース、はい、同じなんですよね。同じなんですよ。だけどあのスピードが上がるってことですね。ってことでなんか全然操作感が違うっていう、キューが速くなる、さっきまで安定していたコーナリングがなぜか曲がれなくなるっていうところがね。スピードが速くなれば、まあ、当然で当然なんですよ。さあ逆走、これ間に合うのか、怪しくなってきた。そして上級からラップが 4周なんですよね。なりましたね。さああと1周、あと2周か、大丈夫か、あと2周ですね。あと1周だったら全然余裕なんですよ。そうですね。さあドリフトで曲がれない、曲がれない、これが難しい、これが急に速くなると。さあちょっとラスト1周相当苦しくなってきたぞ。あれですよね、 100cc から 150cc になったみたいな。さあ頑張って15秒で1周回りましょう。ヘアピンからのヘアピン、さあきっちりクリアしていいいいいクランクを抜けて最後ローマージのカーブさえ曲がりきっちゃえば完成でなんとかゴールできる。どうだ、なんとかなんとかなんとかだ、素晴らしい。これですよ、これがあるんですよ、これレースゲーっぽい、最後でなんとか完成でゴールする、ね、最初に強くぶつかってね、あとは流れでお願いしますという感じでね。さあデザートステーションヒル、まあそうですね、一番の壁といったらこういう感じになってくるんですかね。さあ開幕ドリフトでぶっ飛ばしていく。さあクランクを抜けてでっかいカーブが2連続。さあ水たまりでスピンしてジャンプ台からのヘアピン、曲がろうとしたところに設置したのがいやらしい。なんとか一周。さああと3周頑張りましょう。
かけ4だから、92秒、ね、足りないんじゃない？まあでもあの1周目はねスタートで加速もありますから、ここからね多少タイム上がると思うんで、慣れてきたか。1周19秒、なんでも間に合うペース、これは間に合うペースだぞ。ジャンプ台からの水たまりがあるぞ。ジャンプ台からのヘアピン抜けていって、これなかなかレースゲーの配信ってないですよね。そうですね。さあギリギリ一周間に合うか間に合わないかのペース頑張っていただきたい。最近の、ね、レースゲーム関係の配信だとね、ミカドさんでやってたデイトナー USA ですね。はいはいはい、懐かしいなだと思うんですよね。さあ大きなミスさえなければ完成でゴールできるペース。さあ2秒残してゴールイン。おー素晴らしい、ナイスプレイ、お見事。リゾーなんとかなった、これは段位据え置き7段。はい、いや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 、でもナイスプレイ、ゲームオーバー。いやー、あのなんつったらいいですかね、結構直感的な操作なんで分かり、ね、あ、俺だ。失礼しました、ありがとうございます。安部さんお見事でした、コメントいただきたいと思います。そうなんですよ、ラジコンレースなんですよね。いや危なかったですね。なんとかなんとか、なんとかなんとか、3面怪しかったですけど、怪しかったです。このゲーム最後感性残ってくれますからね。そうなんですよね、あれが結構初心者優しかったりします。いやー、まあ、弟子さんに聞いたら今のこの筐体内設定が最低レベルになってるそうで、規定タイムが相当楽になってるみたいです。なるほどなるほど。最上級にすると、1回ぶつかったらそこで終了らしいです。いやー、厳しいですね。でもなんとかクリアができました、ありがとうございます。さあ、ほなみさんの初級プレイが始まる、プロ初心者まだね、ドリフトポイント溜まってないんでね、はい、この3つから選びました、ね、まあ、いろいろ使えばいいんじゃないって感じですけど、ね、まあ、最初はグリップでいいと思うんですけども、さあ一番グリップのない加速タイプ、ここ、まあ、ここはあれですね、あのプロ初心者ということで最高速を選択しておきたい。あの曲がんないっすよマジで。さあどうかな、いけるかな、ひたすら曲がんないっす、マジで曲がんないっす。で先ほどのね、こう中級コースと比べてね、このスピードの遅さがね、明らかに見て分かるんですけど、そうなんですよね、なんかドライブしてる感じでサンデードライバーだよみたいな。でも逆にこれのおかげでね、操作がしやすい。そうなんですよね。さあドリフトで敵にぶち当たって敵が吹っ飛んで、えって叫ぶプロ初心者。さあ操作には早くも慣れている感じがある。そうですね、プロ、さすがプロ初心者ですね。3周目ですね、余裕で。さあチャンピオンをかわしていく。さあぶっ飛んできた、ドリフトポイント161ゲット、ゲットしていく。最後ドリフトできっちりクリア、残り23秒、余裕でクリア。さすがのプロ初心者、さすがですね。リゾー初心者と言いながらね、あの地上エクセルしっかり決めてきますからね。そうなんですよね、ね、ちゃんとあの通常技当ててコパンで、コパン空振り取って隙を消してから歩いて近寄ってまた当てに行くあれしっかりしてるな、あれしっかり決めてくるんで、ね、さすがのプロ初心者。さあ2面のプールミズガーデンですね、ここさっきも言いましたけど、でっかいヘアピンを抜けた先にさらにヘアピンが待っているので、そこをクリアできるかがポイントになっております。そうですね、左に曲がって右に曲がります。この後は左の後にもう一回右があります。このヘアピンを抜けた先にヘアピンが待ってます。これですね、これがミスりやすいですよね。ただここはあの抜けた S 字を抜けた先に直で、ドリフトを始めるとすげえいいタイミングで曲がれるんですよ。そうですね、ちなみに僕ここで一番最初に挫折しましたねあー、まあ分からなくはないですね。ここ抜けた先のドリフト遅い。まあね、あとまだ3桁で4桁いってばかりのプレイヤーに遅いって言ってもしょうがないですけどね。まあ、ぜひぜひね、視聴者の方ね、このビッグワンに来ていただいてね、ラジコンを体験していただけたらと思います。割と結構稼働してくれているので、ありがたいですよ。そうですね。
さあプールウィズガーデンも難なくクリアしていく。55秒299。さあここからクラスが上がります。さあここからそうですね、本当にその通りだと思います。クラスが上がりました。加速か最高速かグリップかバランスか、最高速タイム選んでいく。曲がんない、最高速、あくまで最高級を狙う、あくまで最高級メンチンを狙っていくみたいな、そういう曲がんないですよ。リュウイソーがも分かんないですからね。あーさて雨降ってるんですけど全然グリップに影響ない。さあ先ほどと比べて倍ぐらいのスピードが出ている。ああ先ほどと打って変わって同じコースなのにね、全然なんか印象が違いますね。この後の点で、おおすごい速いぞ。速い、プロ初心者1回走ったらもう慣れたと言わんばかりの、さすがのプロですね。さては貴様このゲームやり込んでいるな。まで初心者を名乗ってるつもりだ。あ、ほなみさんこれあのホイール曲げながら前後ろってやんないと曲がってくれないです。そうそうそれがいいですね。あいい感じですね。そういう操作感で最後のここもドリフです。そう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 。あー危ない、危ないぞ。なんとかクリアしていく。オッケー。答える必要はない。加教員がいましたね。で問題になるのが、初級コース1番の壁、次のテンダーグリーンウッズですね。ドリフトポイントが多くなります。ここは最初にクリアするの結構大変ですね。難しいんですよ、なんだかんだ結構攻めるポイントが多いんですけどね。さてさ最初の一番大きなカーブ抜けた先にもう1回大きなカーブがあります。このゲームの、コンティニューガーデンとかの、説明とかでもあるんですけど、はいね、アウトから入ってってインに入るっていうね、基本的なコーナーリングの仕方ですか。そうですね、が重要になってきますかね。で、実はドリフトにも性能差がありまして、マシンごとに、はい、グリップだと結構曲がってくれるんですけど、最高速で加速タイプを選ぶとめちゃくちゃ外に振れます。そうですね、そこが慣れてこないとこうなっちゃうんです。これが難しい。アウトタイプは余計にあれですね、アウトインアウトをやっていかないといけないですね。ドリフトといえどもしっかりアウトから入ってインに抜けていくっていう感じでやらないと難しいですね。さあ最後のヘアピンさえミスらなければなんとかゴールできるでしょう。ここです、しっかり減速コーナリングからのギリギリ。しかしテンダーグリーンウッズ中級モードを、初見クリアと。完璧にプロですね、これ。これがプロ初心者の、皆さんこれがプロです。いやーしっかりしてんだよな。いやー素晴らしいですね、よく慣れていらっしゃる。ほなみさんこの調子で中級コースのナイトスカイスクレーパーまでクリアしちゃいましょう。はい、じゃあ頑張ってください。さあ煽りに応えていくスタイル。さあ煽って煽ってとね。さあ近くのブレイブルーでは熱い対戦が繰り広げられているサブキャラ対決ですけどね。ほうほうほう。さあコンボがしっかりしてる。Please input your name。 どこで行って、さあ6尾立って、ジャンシーが絡まってレッドスパイク繋がらず、シーショルで動かしたが角はもらっていく。ハリケーンに対してはしっかり割っていって、立ち火指導、空中ヒット確認して、立ち火つないでエリアに持っていってナイトメアエッジフィニッシュして、ね、取っていったのは木原ラグナー。超いい単発当てると威力ありますね。なんだかんだ、最低保証ダメージもあるんで本当はコンボの後半に組み込むのがいいですけど、まあ、なんだかんだ生当たりも減ります。ああそうそう、いきなり7段になりますね、ショックね。あそうですね、よくわかりましたね。さあ先ほども走りましたプールウィズガーデンテンダーグリーンウッズ、上級テンダーグリーンウッズナイトスカイスクレーパーといった流れになっております。ちなみにここ岡安さんやり込みましたのでタイムがぶっちぎっております。このゴーストっぽいのが、岡安さんの最速のタイムになっておりますね。はい、あまり、ね、はタコちゃんです、タコワサくんが操作しております。まあまあね、白いカービィみたいなあれアジポンさんがおっしゃっていましたけど、このゲームゴーストが可愛いんですよ。そうなんですね、
どう見てもあれですよ、プップランドの住人みたいなね。あのゴーストがちゃんとゴーストしてくれてるんですけど、私のタイムです。これ私なんですよ、このタイム私のタイムなんですよ。さあゴーストはもうすでにゴールしている。いやーもうすでに、もうすでにあの岡安さんの中のゴーストが支えられております。高額機動隊ですね。はい。いやあの自分でもね、あのゴースト早すぎて捉えられない時があるんで悔しいんですよ。いやー俺早いみたいな。いつでも追いかける対象は過去の自分って、ね、新しいライン取り発見した時は結構感動しましたけどね。さて、テンダーグリーンウッド中級面、さっきはね残り1秒といったところでしたけどね、コースにも慣れてますんで、まあ、もう少し余裕が出てくるんじゃないかと思います。あ、やっぱ最高速タイプって速いんだな。やっぱ速いですよね。ただコーナリングでやっぱ置いてかれる感じがありますね。ちょっとやってみっかな。ダイソー俺誰ですか。次ダイソーだったら分かりますけど、ダイソーなんだろう、松井和夫あたりが監督になったらそうなるのかな。ダイソーあれやばいな、盗塁するためだけにやってる。さあここドリフトしちゃうと最後のヘアピンは減速進入しなきゃいけないで、連続使用できたらそれは話は変わったんですけど、できないんですよね。そうですね、連続で出さない以上は必ず使うポイントを絞られてしまう。さあファイナルラップ、何度かゴールできるでしょう。ゴーストはもうすでにゴールしている。いえ、あのプロポです。あの画面右下に出ているようなものを使って操作します。ちゃんとラジコンのね、あの専用のコントローラー、両家のね、あの何つったらいいかね、まあ昔コロコロで連載していた、ね、はい、ラジコンの漫画の主人公が持ってるようなね、あのコントローラーで操作します。さあクラスアップ、やっぱり最高速タイプ速いっすよ。指名打者俺これめちゃくちゃ速いっす、気をつけてください。さあスピードが急に上がりますよ。ちなみにここ初期設定の 最高速タイムが1分3秒だったんですが、ついに1分切りました。さあ速い、さあめちゃくちゃ速い。さあカーブのタイミング早く持っていかなきゃ、ぶつかってしまう。さっきあったコースとは思えない、なんだこれは。最高速タイム速い、速い、ドリフトしなきゃいけないのこれ。あー吹っ飛んでった、速い、もっとドリフトしなかったらこれ早いんじゃねえの。おーっと、美咲くん吹っ飛ばされた。あーっと、さあランピオンくんのロケットヘッドワイン。さあ上級になりましたんで、規定ラップ4周になっております。頑張ってください。あーご注意ください。まあとはいえさすがプロ初心者だけあってね、あー余裕ありますね。余裕持ってやってますよこれ。ガチ勢でもないんだけど、でも中級者ってくくりが嫌いだから、プロ初心者っていうくくりにしたって本人言ってた気がしますけど、初めてです。おラストラップ、さギリギリのタイムになってきた。ゴールできるのか。ああいけそうか。これはここの大きなカーブを曲がった先のヘアピンに注意。あーしかしアウトインアウト。そしてここを曲がった先の最後のでかいヘアピン、おいけそう、あとは流れでしっかり、ああ何何何何何、見せプレイしていく。これはあれですね、後ろで煽ってたやつを今体当たりしていきました、ぶっ飛ばしましたね。ぶっ飛ばして帰りましたね。さあ最後最高速タイプだと難しいんじゃないか、難易度スカイスクレーパー、さあここは難しい。小波さん最初は右左右って最速で入力してください、さあ危ないところでしたけど、さあ泣いても笑っても中級コースラストステージ、最初はまっすぐ行って右左右です。さあスタートしていって、右左右です、これです。で2連ヘアピン待ってます。抜けた先にもう1回2連のヘアピンが待ってます。次に最後もう1個2連のヘアピンが待ってます。2連ヘアピンしかねえなこのゲーム。2連ヘアピンしかない、つまり2連ヘアピンしかないことを知ってます。右左右右左右、あでもこれ速いって、僕なんかよりも全然速いと思いますよ。これエンデッドさっき死にましたけどね、このコースで。このコース死にましたからね。中級も取っていくのがプロ初心者、プロなのに初心者初心者。さあ今のコーナリングうまいんですけど、ここドリフトで抜けちゃうと抜けられないんですよ。このプロ初心者って言葉あれですよね、なんかラストとかにあるなんか和風ハンバーグみたいな感じですよ。ハンバーグなのに和風。あこれは厳しくなってきたか。次の2連ヘアピンを抜けた先の2連ヘアピンに注意。何言ってんだろう。
2レーンでやってるんだぞ、2レーンでやってる。さあ、シャニムにドリフトしていると詰まってしまうのがこのゲーム、ギリギリ間に合うぐらいのペース。あー、でもこれいけそうな、最高速ならではの、めちゃくちゃミスんなければいけると思います。さあ、めちゃくちゃミスったぞ、どうなるか。さあ、めちゃくちゃミスっているぞ。これは無理ですね、これはちょっと無理か。さあ、プロ初心者一歩足らず。いやー、でもそれでも僕なんかよりも、ね、いや、それでも早かったっすね。Try again。 もう一回やったらいけるんじゃないですかね。あ、これですね、スローインファースト、スローインファースト。惜しかったっすね、ほなみさん。いやー、素晴らしいですね、このコメントいただこうと思います。だが、しかしそれももう覚えたって感じです。次行けば多分行けると思う。さあ、まさか華教員かと思ったらアヌビッシンだった。覚えたぞ。そうですね、あそこ、理想は2連ヘアピンの、はい、2つ目のコーナーでドリフトするっていうのが理想です。そうですね、1回目でドリフトしちゃうと突っ込んじゃって、すごい突っ込んじゃうんで、はい、2連ヘアピンの後でドリフトするのが理想かなって思います。はい、それさえ守ればこのコースも結構楽しめちゃうと思いますね。はい、ゲームオーバー。さあ、残り時間があとどのぐらいかな。20分ぐらいですかね。20分ぐらいあるかな。そうですね、まだ21分ありますね、まだ余裕ありますね。いや、ワンプレーが短いですからね、どんどん回していけるんですよね。そうですね。さあ、次はどうしようかな。絶対に負けない。さあ、違うわ、絶対に負けないの方だった。3部ね、アニメになりましたけど、今の頃誰がチャカカーンなんて分かるのか。チャカとカーンでしたからね。で、割とスタンド名とかがね、あの洋楽っぽい名前になってましたからね。さあ、今プレイするのは誰だって。違う、違います。組長さんだ、出たぞ。さあ、出たぞ、組長さん。岡安デシカワが10万点プレイヤーなんですけど、その下に数万点プレイヤーの組長さんと達也がいます。達也はあのブレイブルーなんかをプレイしているプレイヤーですね。はい、さあ、格上にもちゃっかり出てくるね。ちょっとチャカとカーン、カーン、カーンは弱いんですよ、確か昇竜拳しかやることがないって言ってましたね。あ、さあ、中級コース8万点プレイヤーになっている。さあ、グリップならではのコーナリングの攻略を見ていきたいところですね。さあ、プールウィズガーデンです。ぶつかってしまうと加速が悪いこの車結構きついんですけど、まあフォローできる範囲ですね。抜けた先を最速レードで、ああ、ここはしっかりグリップでコーナリングしていく、これがグリップ車ならではですね。さあ、安定した走りを見ている組長さん、減速進入できていなかった、テンパってしまって2回ぶつかる。ここのね、さあ、岡安さんはそろそろゴールの形。はい、さあ、今ゴールですね。はい、早いな、誰だろうこのプレイヤー、誰だか分かります。早いな、誰なんですかね。誰か知ってますよ、これ岡安さんで言うんですよ。今ベンちゃんからね、うるせえなーって。言ってないベンちゃんがめっちゃこっち冷たい目で見てきて、僕ちょっと帰りたくなってきちゃったな。さあ、テンダーグリーンウッズ、さあ、レッツゴー。ゴーストと一緒に走っていくスタイル。いやー、速いな、このゴースト。誰なんだろう、このゴースト。知ってる、これ分かる。誰ですかね、これ。岡安さんって言うんすよ。岡安さんって言うんだ。はい、グリップ車と加速車と最高速車はなんかネタ車に走ってます。はい、上級行くとお地蔵さんになります。で、何屋さんなんだ。何屋さんなの。演出家岡谷さん知っている。これ演出するとこないっすけどね。いや、演出してるじゃないですか、ゴーストとなって出てくるんで、完全な演出です。さあ、今うまいっすね、いいコーナリングでした。減速進入からのドリフトコーナリング。さあ、ファイナルラップですね。直線で加速、直線でドリフトを行うと加速することができます。マリカーでいうところのミニターボですね。そうですね、常時発動可能です。しかも、かもしれないな。さあ、最後ぶつかってしまってゴールイン。54秒149。8秒の方が全然余裕ですね。さあ、最後は選択していく車は何なのか。お地蔵さんかな、お地蔵さんか、お地蔵さんだった。お地蔵様、
ちょっと私次あのヘリコプターからのガルパンはいいぞやってこようかな。あーいいですね。やったことないですけどね。最高速タイムだからしんどいですよ。あーなんか加速タイプ触った時にやたら外に流れるなって印象だったんで、ちょっと攻略を考えながらやっていきたいかなと思います。今バランスタイプが、ゴーストで走ってるんですけど、はい、このバランスタイプが結構速いんですよね、はい、最高速が結構速いんで、そのせいであとコーナーの立ち上がりがプッチなんですよね。なるほど。あ今ナオト使ってますあのプラチナ使ってた時もありましたこのゴーストの人このゴーストの人ブレイブルーで何使ってるんですかね。いや誰かな。ラックがありすぎてアイテムの引きでブチ切れられたこともある人らしいですよ。なんだこのゲームって言われましたモエプロの方だった最近月下の方でホームランジャイしてます。あのホームランもロマンがあっていいですね。なんだっけ、ツープラでキャプテンジャックってキャラいるじゃないですか、はい、彼もあのホームラン打てるじゃないですか。俺今シャロン練習してるんですけど、はい、慣れてきたらキャプテンジャック使ってみたいなと思うんですけど。あーなるほど。あれね、キャプテンジャックじゃなくてクラッカージャックって言うんですよ。そうなんですか失礼しました。キャプテンジャックはあっちのゴーレッ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 ゴーもうゴーストうざいからいいよねみたいな感じで。あなるほど、ここドリフト侵入っていう攻略が確かに熱いですね。今ちょっとやってみようかなと思いました。ドリフトタイプだとこれドリフト侵入っていいかも。さあしっかり覚えてる、右左右。そうこれねちょっと外側から侵入して内側に抜けるようなアウトインアウトを取るような形じゃないとね曲がれないんですよ。あこれいいかもしんないですね、安定してますねめちゃくちゃ。さあしっかりしている。1周17秒。女のが後ろからね傘のお礼をしに飛んで勝ったんできたらやばいですね。やばいですね抜けた先でさあグリップ侵入か。これだな、グリップの強みですね、あれですね、このおじさんは桃太郎伝説で出てきてもおかしくないよ、おじさん今ぶつからなければワンチャン岡安さんの記録が破られていて岡安さん涙目だったんですけど、ぶつかってしまったことでおそらく間に合わないでしょう。なるほど。これがねグリップタイムのタイプの唯一の弱みなんですよ。コーナーの立ち上がり、はいはい、加速が1個マイナスされてグリップについている関係で、はいはい、ミスってしまうとどうしてもリカバリが効きづらいといったところが弱点になっております。大体加速タイプってねマリカヤでもそうなんですけど、はい、結構ねこうぶつかってもすぐこう初速は速いみたいなイメージなんですよね。そうなんですよね。これはさすがにあれですね、そこまで、はい、万能じゃねえよっていうね甘えさせない感じですね、さあ体験突入できそうな地蔵が安定して中級をクリアしていく、いやー素晴らしいですね。さあタコワサ田岡がコンボをつなげていってアンコールで締めて、さあ対空 6A だったんですがなぜかジャンプ攻撃に潰されている。さてじゃあ岡安さん、やっていきましょうかね。ちょっとガルパンはいいぞしてきます。はい、じゃあガルパンおじさんお願いします。見たことないのにガルパンはいいぞって、見たことなくてもガルパンはいいもんなんだ。ケンシロウガルパンはいいぞ。Please input your name. ああそんなわけで、やってまいりました岡安さん、今度は、まあまあそんな世紀末 RC カーグランプリじゃないですよ。さあで中級コースにあります、隠しマシーンの方なんですけども、これですね。Round three。ヘリですね、どう見ても、ね、ガルパンはいいぞって言うか戦車じゃねえじゃん戦車じゃなくてヘリじゃん。3、2、1、GO。 さあ走っていく走っていく走ってる走ってる、え走ってんのかな
飛んでるのに越えられないんですか。飛んでるけど越えられないんですよ。見えない壁に阻まれるんですよ。エースコンバットなんで。 Yeah, I know. エースコンバットってどうしても回線のところのオープニングが浮かんできて、これが一番楽でしょうって次に続くんですよ。知ってるか。エースの上限3つあるっていうこと。大体この辺 の, あのネタ使われると大体そのあの低レベルクリア、最速タイムアタック、その他もろもろですからそう、大体そういう風に使われるんですよ、あの動画は。当然規定は見つけて、しっかり10 years ago って言ってるのに20年前とか書かれてるんですよ。というわけで、はい、次のコース、そしてあいつはそれそれそれ、あれですよね。この動画は、この動画は経験値の取得は許されていない。相棒の中も面倒だからやめちまえ。宝物の回収やる。これとりあえず早いところ戦車出したいんで、頑張ってドリフトできるようにならないといけない。そうですね。さあね、最高速タイムで攻めているが、さあすでにファイナルラップ突入。17秒の今のこの時点残してるのは全然余裕でしょう。安定してますね。ああいいですね。とりあえずドリフトして、いやいや今早く走ってる人より5速は速いな。あ、岡谷さん、今走ってる人よりもゴーストの方が速いですよ、大丈夫ですか。ヘリでドリフト、ドリフトじゃないからね。さあ来た、ガルパン、ガルパン来た。戦車はいいぞ、最高速タイプ。さあドゥーチェ、ドゥーチェ、さあバトルシティ開幕。了解です。さあバーサスバトルシー、さあ走っていく。さあ戦車といえばね、犬服にもね、戦車型犬服がいるんですけどね。戦車服いますね。ねえ、ノコタンというんですけどね、あいつね、戦車犬服なんでね、飛び道具でね、砲弾ぶっ放してるんですけど、はい、あの砲弾めちゃくちゃ痛いんですよ。ほう、出が遅いのと、ジャンプで簡単に飛び越えるのが救いなんですよ。戦車がドリフト、どどどど、危ない。さあお前ら、お前らガルパンはいいぞ、お前らガルパンでドリフトはいいぞ。戦車がこんな機敏に走ったら間違いなく戦車道大会優勝取れますね。タンカス乗ってもいいぐらいだ。戦車ペーって、あれですね。なんかこれあれですね、最近マッコレとかでもなんか似たような機嫌、はい、ね、こういう設定しましたけど。さあ3周目が終わって、で、4周目の話で、このコースは4周目ないですね。岡安さんチームはドリフトしてください。今めっちゃ速いんだけど、やばいって言ってますね。僕も早くパンツァー4したいんですけど、ハンドル切ると曲がるって当たり前じゃないか。ハンドル切ると曲がる。岡安さん、それ普通じゃないですか。あ、砲塔が回ってる。ガルパンは速いぞ。ガルパンは速いぞ。さあ視聴者にも、ね、ガルパンの良さを分かっていただいて、さあ煽り砲塔、戦車が体当たりに吹っ飛ばせない。これだけ体当たりレコードより速い。あ、レコードより速いぞこれ。あ、速い速い速い。あ、惜しい惜しい惜しい。でもいい感じで速いですね。やっぱ最高速なだけあるかなっていう。惜しい。やらかしたけど、まあいや、でもこれはですね、岡谷さんの中でちょっとバランスタイプから最高速タイプへ、ね、引いてはアルパンの良さに気づいた感じです、はい、あーっとここで引っかかる。いやーでも早いですね、ほんと。いやー僕最高速に慣れておけば他のはどうにもなるかなと思っていて。
いやいいっすねこれ。いや早い早い早い、11秒残し、余裕ですね。立川行かなきゃ。立川、お前ら南浦和に来るのだ。隣の浦和でも見れるよ。まだ見れたかな、パルパルアのパルコは。ノーマルレベルクリア、レッツトライディエクスパートレベル。さあ、岡谷さん、お見事でした。どうでした最高速タイム。これあれですね、なんつったらいいんですか、コーナリングを相当研究すれば、はい、読む方が早いかもしれないですね。10段ですよ、10段、一応タイムの方は入った3位に入りましたね。はい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 、いやー素晴らしいですねという感じで、結構ねいけそうな感じですね。面白かった。ねえ、ガルパンですね。みんなやっぱガルパンですね。浦和でガルパン決めて、ビッグワンでガルパンです、ね、岡谷さんチームはドリフトしてください。やばいね。岡谷さんチームはドリフトしてください。本当ですよ。岡谷さんチームは誕生祭やって、誕生日祭やっていた。あ、しっかりしてるな。あ、じゃあ時事ネタにはしっかり合ってたんですね。ねえ、ちょ、これもう一回やっていい？あ、どうぞどうぞ。じゃあ、あと10分切って、あとギリギリ1レース。あ、1レースいけそうですね。じゃあフィニッシュに岡谷さんお願いします。タイムアタック、リアルタイムアタックであと7分ぐらい、あと6分半ですね。ラジコンだけどガルパン。モーズセレクト、ノーマル。さあ今度はオンロード、上級かな。もう中級ですね。さあ、でもヘイですね。さあ、ラミノが走るタイムアタックモード。さあ、コースレコード、過去の自分に勝負を挑む。岡谷さん、こっちは最高速マシンだ。タイムアタックモードやってますね。タイムアタックモードですね。あった、1周目から引っかかっちゃった。ドリフトポイントゼロ。しょうがないですね、今ドリフトしてないと。ドリフトポイント104取って、メンズエンドヘリコプター。さあヘリコプターチームは、ここをドリフトで抜けてください。171ポイント手に入ったんですね。いいの攻めたからですね。このゲームある程度慣れてくると、多分あのコーナーを、複合コーナーを一つのコーナーとして曲がれるようになるとだいぶ速くなるよね。ああ、もうレースの基本ですね。複合ヘアピンを、まあ、一つの、ね、道として見るっていうのはね、これはすごい大事みたいな。まあ、90R90R を合わせてヘアピン的に曲がるみたいな。そうですね。ここですね、こことか、ここはきっちり曲がってヘアピン、ホームストレートをぶっちぎってる時点でだいぶ差がついている。これはミスらなければ間違いなくレコード、まあ、最高速なんで当たり前っちゃ当たり前か。最高速、あーっと、ここで引っかかる。引っかかったがまだ差がある。すげー。で、綺麗にドリフト決めて立ち上がってからもういい、ね、ホームストレートの伸びが違いますね。やはり違いますね。まあ、レースゲーム基本的に特に F1 とかのゲームで顕著ですけど、最終コーナーどんだけあの立ち上がりを早くしてぶっちぎるかというのが一つの終点になると思うので、ね、あーこれすごいレコードだよ。いいレコードだ。さあカービィが更新されます。そしてガルパンが満を持しての戦車。初心者におすすめなのはグリップ型。まあ最初はグリップ型ですね。あのコーナリングが全然楽です。ドリフトとか仕掛けてもあの全然違いますね。このこれいいですね、このテンション長い。なんで開幕は砲塔が曲がるんだみたいな。結構上手ですね。どこに打とうかなみたいな、どこにパンツァー砲してやろうかなみたいな。ここちょっと引っかかったが、ホームストレートからほぼ追いついてる感じがしますね。
やろうと思えばすぐ追いつけそうなんですが、まあ、やっぱそのスピードと攻撃の、あーやっちゃった、ちょっと難しいですね。僕もこのヘアピンで何度か戻っちゃってたんで、最高速であのさっきあのヒットやった時に、はい、あのこうドリフトの入るタイミングマスターしたと思うんですけど、はい、あのそのタイミングで入るとこれだとちょっとギリギリ足りないみたいな。そうですね、こいつで慣れると他の機体と絶対違うと思うんで、ドリフト入り始めるタイミングが次の最終ラップでちょっと素晴らしいタイミングが見れるんじゃないかと思うんですけど、はい、徐々に徐々になってるんですけど、さあこっからうまく入れるか、さあどうだ、あれこれですよ、周回を重ねるごとに少しずつ修正されてます、素晴らしい。さあなんで回転式の砲塔しちゃったんですかねこれ回転式砲塔ということはまあそう、よく見るとハンドル切るとねこれ動くんですよ、ほら動かすとこいいですねこれ、無駄なギミックにも程があるんだろう、無駄に洗練された無駄に動く無駄なギミックですよやばいやばい、いいっすね戦車が一番これ戦車見た目がもうやばい、もう見た目からしてやばいっすよねこれで最高速ですから、やばい、ちょっと紅茶をこぼさないように気をつけないといけないですね、この最高速は。これみんなでドッジポイント集めて戦車練習する価値ありますよ、ね、戦車見た目だけでもなんか笑いが取れいやいやいや、岡谷さんリアルタイムアタックあと1分だよ、あと1分だよ、まあ1分ギリギリいけるでしょう、コースはいける、コメントがコメントはあれですからね、さーて、じゃあそんなわけでそろそろ締めのセリフといきますかね、日本スタジアムはですね、こんな感じでね RC したり野球やったりね、その他こんな感じの面白いあの野球勢チームでございます、ガルパンも楽しんでおるということでね、興味ある方ぜひ遊びに来てください、今日初めてだったけど楽しかったよ、ね、さすがプロ初心者プロじゃねえよ県外行って手法出る、あーそれ面白いですね、野球なのに戦車なのか、どうなんだろうこれどうでしょう、というわけで20秒岡谷さん帰ってこれる、はい、コメントお願いします、お、やめやめ、お疲れ様でした、なんか面白かったです、あどうも、多分テレネスケだと思います、はい、ガルパンでした、はい、でまた再来週よろしくお願いいたします、来週は、第5なので、野球ですね、野球です、皆さん来週も見てくださいね、はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。